1番乗り場に新田辺行き各駅停車、新田辺行きの各駅停車が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。大久保、新田辺へは後の急行が先に到着します。一番乗り場に大和西大寺行き各駅停車、西大寺行きの各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。新放送の高野原、大和西大寺へは後の急行が先に到着します。一番乗り場に橿原神宮前行き各駅停車、橿原神宮前行きの各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。新田辺、新放送の高野原、大和西大寺へは後の急行が先に到着します。一番乗り場に橿原神宮前行き急行、橿原神宮前行きの急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中、桃山五両前、大久保、新田辺、新放送の高野原、大和西大寺、西野京、郡山、平畑、田原本、大和八木、八木西口、宇根美五両前に停まります。大和西大寺、西野京、大和八木、橿原神宮前へは後の特急が先に到着します。なお特急には乗車券のほかに特急券が必要です。一番乗り場に奈良行き急行、奈良行きの急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中、桃山五両前、大久保、新田辺、新放送の高野原、大和西大寺、新大宮に停まります。一番乗り場に吉野行き連絡、橿原神宮前、奈良行き特急が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。橿原神宮前行きは前の4両の1号車から4号車で、途中大和西大寺、西野京、大和八木に停まります。奈良行きは後ろの2両の A 号車と B 号車で、途中大和西大寺に停まります。特急には乗車券のほかに特急券が必要です。特急券指定番号の席にお座りください。一番乗り場に奈良行き特急、奈良行きの特急が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中、大和西大寺に停まります。特急には乗車券のほかに特急券が必要です。特急券指定番号の席にお座りください。電車の番号は前の車から1号車、2号車の順です。2番乗り場に京都行き各駅停車、京都行きの各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。2番乗り場に国際会館行き各駅停車、国際会館行きの各駅停車が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。2番乗り場に国際会館行き急行、国際会館行きの急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中、武田と京都地下鉄線の各駅に停まります。武田で京都行き各駅停車に連絡します。2番乗り場に京都行き特急、京都行きの特急が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。次は京都に停まります。特急には乗車券のほかに特急券が必要です。特急券指定番号の席にお座りください。
4番乗り場に京都行き各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。京都へもこの電車が先に到着します。武田です。お忘れ物のないようご注意ください。地下鉄四条国際会館方面はお乗り換えください。4番乗り場から京都行き各駅停車が発車します。まもなく3番乗り場に国際会館行きが参ります。危険ですから白線の内側でお待ちください。